事にしてくれよな。改造するんだ。つけるパーツを選ん、つけるパーツ、つけるパーツを選んでくんな。どの武器を改造す、つけるパーツを、どの武器を改造するんだ。武器を作るのか。で、どれにするんだ。どの武器を改造するんだ。さて、行き先は。さて、教会の方に来てみたが、ここらに美人さんはいないもんかね。お、さて、買うものは人参と玉ねぎと美味しいカレーを作っとしましょう。いや、そこのシスター、君すごく神秘的な美人だね。君の作るカレーはさぞかし美味しいんだろうな。一緒に食べればなおのことね。お上手だこと。こんなおばさんにありがとうございます。おばさん、いやいや、断るにしてももう少しうまい嘘を。あら、神に誓って嘘などついていませんよ。私50代ですから。 50? あ、おふくろより年上じゃねえか。いや、でもとてもそうは見えない。見えなくてもそうなんです。だからナンパをするならもっと若い子になさい。あ、いや、年を聞いて諦めるのはナンパ師の名俺。俺は君じゃなくてあなたのことが綺麗だと思ったから声をかけたんだ。まあ、ではこうしましょう。これから一緒に買い出しに行って教会でカレーを食べるね。いいでしょ。ああ、じゃあ荷物持つの手伝います。ありがとう、助かるわ。それじゃ出かけましょう。おかしいな、どうしてこうなった。まあ、やっぱりナンパって難しいな。お水を汲む、お水を汲む、お水を汲む。
出かけ、お出かけ。こんな動画作れるかも。お出かけ、お出かけ。あれ？この絵、前見た時とちょっと違うような。お、よく気づいたわね。そこが不思議な絵の不思議たるゆえんなんだけど、不思議な絵って絵柄が変わることがあるらしいの。噂によると中の世界も少し変わってるらしいわ。改めて言ってみたら何か変化があるかも。そういうところも含めていろいろと調査してみてね。お出かけ、お出かけ。目的地は気の向くままに。いらっしゃい、双子ちゃん。ごめんね、わざわざ来てもらっちゃって。はい、これ忘れないうちに次の試験の要項を渡しておくわね。ありがとうございます。後でしっかり読んでおきますね。え、でも今日二人をここに呼んだのは他に伝えることがあったからなの。なんと新しい不思議な絵が手に入ったのよ。約束通りランクが上がったら調査をお願いするわね。わ、本当ですか？ねえねえミレイユさん、それってどんな絵なんですか？それもランクが上がってのお楽しみ。今言っちゃったら面白くないもの。ちぇところで前から気になってたんですけど、不思議な絵ってどうやって集めてるんですか？そこら辺から拾い集めてきたり。そんなわけないじゃない。絵の持ち主と交渉をしてるのよ。不思議な絵の存在はここ数年で急に知られてきてね。美術品としての価値も高くなってるの。中には国宝クラスのものもあったりして、予算を取るのが大変なのよね。まあそれだけの価値があるって信じてるからこっちもお金をつぎ込んでるわけだけど。国宝クラス。いくらなのか想像もつかない。おぉ、ミレイユさんってすごいんですね。そんな大金動かそうと思えば動かせるなんて。すごくなんてないわよ。これでも一応この国の王女だし。お？またまた！ミレイユさんたら冗談きっついな。いやいや、冗談なんかじゃないわよ。私のフルネームはミレイユ・フェリエ・アダレット。
これでもアダレット王国の第一王女なの。うん、ちなみにマティアスは第一王子ね。ちょうだい。私堅苦しいのは嫌いなの。王女だろうが何だろうが、これまで通りに可愛く陽気なミレイユさんって呼んでちょうだい。わかりました。可愛く陽気なミレイユさん。それでいいわ。じゃあ双子ちゃん、次のランクアップ目指して頑張ってね。どこに行こうかな。さあ、さて行き先は。どこに行こうかな。ミレイユさん。うわ、すごい列。忙しそうだからまた後に。はい、次の方。うん、なるほど。次の方。あらら、離婚？とんでもない勢いでさばいてる。あれだけの列があっという間になくなっちゃった。双子ちゃんじゃない。アトリエランクのお話かしら。お、いえ、ただミレイユさんとお話ししたいなって。まあ、それなら大歓迎だわ。ちょうどお仕事も落ち着いたところだしね。お仕事といえば、ミレイユさんってすごい手際がいいですよね。ああ、事務仕事にはちょっと自信があるのよね。伊達に小さい頃から窓口に立ってないわ。おお、自信にあふれててかっこいい。ミレイユさんって素敵ですよね。陽気でフランク、有能敏腕、できる女って感じで憧れちゃいます。あれ、顔真っ赤ですけど、どうかしました？ないで。
上褒めないで。その、褒められるの、慣れてない。子供の頃から大人の世界で生きてきたから、仕事はしっかりこなすのが当たり前で。ああ、意外だな。ミレイユさん、美人でスタイル良くて、頭もいいのに。そうですよ。スラッとして、お肌スベスベで、その上、字も綺麗なんて、完璧じゃないですか。二人とも、やめて、やめてったら、照れちゃうから。何やってんだ、あいつら。よくできました。さあ、行こう。やることやること。リリー、重くないか？荷物持ってやってもいいぜ。はあ、何があるかな。女の子もすぐそういうこと。何があるかな。